筒井純慶。日和った先に待っていたのは。皆さん、こんにちは。今回の歴史じっくり機構は、筒井純慶について紹介していこうと思います。ホラが峠を決め込む。この言葉、良い意味では使われませんね。両者を天秤にかけて有利な方につこうとする日和見主義者。筒井純慶の名前が出た途端、条件反射で返ってくる言葉です。残念なキャッチフレーズが定着してしまった人としては、天下の裏切り者小早川秀秋、毛利家を誤った悪僧安国寺恵慶、三日天下明智光秀などがいらっしゃいますが、さて純慶さん、本当のところはどうだったのでしょう。もともとはお寺さん。筒井家は代々奈良興福寺の門跡寺院であった一乗院の宗徒であり、その取締役である棟梁でした。宗徒というのは道宗とも呼ばれ、平安時代以降大寺院で学問を収めるとともに寺の実務運営にあたった僧侶のことを指します。僧兵の主力でもあり、特に大和の国奈良県では興福寺が守護職を務めた関係で、国内の武士を宗徒として組み入れていました。そんな集団を束ねる筒井家でしたが、純慶の父親純章の時代には大和の国最大の武士団に成長し、筒井城を拠点に戦国大名となっていました。ところが天文18年1549年、純慶の生まれた年です。父純章は赤ん坊の純慶を残して数人の友を連れて比叡山に入ってしまいます。しかも翌年には28歳の若さで亡くなってしまいました。で、叔父の純正を後見人として、わずか2歳の純慶が家督を継ぐことになりました。叔父さんまで死んじゃう。筒井家の不幸はこれで終わりませんでした。三好長慶の下で勢力を伸ばしていた松永久秀がいよいよ本格的に大和支配に出張ってきます。永禄5年、1562年には筒井氏と良い関係を保ってきた統治統括が久秀に降参するなど、大和の国衆の多くが久秀に従う状況下で、筒井家を支えてきた叔父の純正が永禄7年、1564年に亡くなります。厳しい状況の中、独り立ちすることになった純慶ですが、18歳になった時得度し、楊春坊純慶と名乗ります。永禄8年、1565年8月永禄の変が起こり、三好三人衆、三好長安、三好正康、岩成智道と松永久道、久秀の嫡男らの軍勢が京都二条御所の室町幕府第13代将軍足利義輝を襲い殺害します。ところが同年11月には三好三人衆と松永久秀の仲は決裂してしまいます。何を思ったのか久秀、今度は純慶に牙を向き、純慶は居城筒井城を追い出されてしまいました。若い主人に仕えていても頼りないばかりと思われたのでしょうか。純慶帰下の武将たちから主人を見限る者が続出します。純慶反撃。このままでは終われない純慶、一時私腹の後反撃に出ます。今度は純慶が三好三人衆と結託し、永禄9年、1566年6月筒井城の奪還に成功しました。この後も純慶と久秀の間ではごたごたが続きますが、やがて二人とも信長配下の武将となったことで争いは終結します。怖い主人の下でごちゃごちゃやってたら、どんなお咎めを受けるかわかりませんからね。戦国のダークヒーロー松永久秀の動画もありますので、興味のある方は右上のおすすめから見られます。この後純慶は人使いの荒い信長に立て続けに戦場に駆り出されますが、天正8年1580年11月、信長の朱印状を得て正式に大和一国の支配を任され、郡山城入城を言い渡されます。しかし軍事的命令系統としては明智光秀の与力として従属する立場でした。つまり社長は信長様だけれど、
直属の上司は光秀さんってわけです。この関係が後の本能寺の変での決断に影響を与えました。現在のサラリーマン処世術を説いた本にも、ことが起こった時は直属の上司の指示に従うべしなどと書いてありますからね。本能寺の変勃発。天正10年1582年6月2日朝、信長より秀吉の中国攻め援軍を命ずられた順慶は京都に向けて郡山城を出発しますが、その途上本能寺の変を知るのです。急ぎ城へ引き返しますが、光秀から味方についてくれるよう要請があったはずです。奪った連中の多い織田家中で、珍しい教養人同士として二人の間には親交がありました。この事態に順慶は一族重臣を集めて評定を行いましたが、積極的に動こうとはしません。ただ消極的ながらも近江に兵を出し、光秀に味方する様子を見せます。しかしその兵もすぐに呼び戻し、結局は郡山城に兵糧を運び込ませ、籠城の構えを見せます。一時は大阪にいる信長の三男信孝に味方するのではないかとも言われますが、そんな中9日にまた順慶は光秀に援軍を送り、またすぐに呼び返します。秀吉が思いもよらない速さで備中高松から取って返し、姫路城へ入ったとの知らせを得たからです。バタバタやっているところへ11日になって、光秀から家臣藤田伝吾を使わして加勢の要請が届きますが、順慶はこれを追い返します。ところがまたも山城傷にいた伝吾を呼び戻すのです。一方大和の国衆たちを集めて欠板の起請文を取り付け、秀吉への恭順の意を決意したかにも見えます。この後も大阪にいる織田信孝から上山口城への出兵要請を受けますが、軍を動かそうとはしません。もう順慶さんどうしたいのかが見えてきません。というよりははっきり二股かけてたのですね。悪いことじゃありませんよ。道義的にはどうあれ、この時代生き残るために両手に手を打っておくのはよくやること。しかし順慶、春巡の度が過ぎました。もう少し早くどちらにつくか決めるべきでした。ホラガ峠。実はこの時ホラガ峠にいたのは順慶ではなく光秀でした。順慶は大和に引きこもってホラガ峠へは行きさえもしませんでしたから、ですのでホラガ峠を決め込むは正確な言い方ではありません。だからといって郡山籠城を決め込むではインパクトが弱いですが、ともあれ布陣して誰か味方に駆けつけてくれるのを待っていた光秀ですが、頼りにしていた細川、高山、筒井は誰も来ず、味方はほとんど自分の家臣だけ状態。京極家の人々は味方をしましたけど、直接山崎へは出兵していません。山崎の地で12日の朝から始まった小競り合いは、両軍消耗戦の末に秀吉の大軍には勝てず、光秀が敗れ去りました。13日には光秀勢は合戦の場から逃走しますが、順慶が動き出したのはその翌日14日になってからでした。1000の兵を連れて大和を出発し、15日になってようやく京都醍醐寺付近に陣を張る秀吉のもとへ出頭します。当然のように秀吉からは大叱責、様子見は仕方ないとしてもあまりにも態度を決めるのが遅いというわけです。急を聞いて真っ先に駆けつけてくれてこそありがたいもの、体勢が消した後にのこのこ出てきてあれやこれや取り繕ってもね。筒井筒の茶碗。順慶も秀吉の怒りは予想していましたから、手土産を用意していました。筒井筒と名のある井戸茶碗と、もう一つ落ち葉の名を持つ茶壺です。信長様が茶道具に妙なステータスを持たせてしまったおかげで、有名な茶器は武将の間で珍重されていました。特に筒井筒は天下に聞こえた名器中の名器、信長も欲しがりましたが順慶が抱え込んで渡さなかったのです。しかし今はせっかく苦労して取り戻した大和一国、どうしても失いたくない、両国と引き換えにできるならと泣く泣く秀吉に差し出したのです。その甲斐があったのでしょうか。6月27日に開かれた清洲会議で順慶は、
大和一円の支配権を安堵されます。秀吉にすれば会議で対立が決定的になった柴田勝家を牽制するために、大和一国18万石、頼木の分を合わせれば45万石を領する純慶を柴田陣営に追いやるような真似はできなかったのでしょう。こいつ人を天秤にかけやがってと内心は思っていてもね。その後、大和一国は安堵してもらった純慶でしたが、秀吉から受けた叱責が応えたのでしょうか、その後は体調が思わしくありません。そこへ持ってきて見せしめのように秀吉に働かせられ、病をして出陣した小牧長久手の戦いから戻って間もなく、天正12年1584年8月11日36歳の若さで病死しました。所領は養子の筒井貞次が引き継ぎますが、翌年伊賀神津家20万石へ転封されます。子供の頃に父親や頼りになる親族に死に別れ、やっと取り戻した領国にもおちおち住みつけず、最後は自分のミスからとはいえ、パワハラの末の過労死ってちょっと気の毒です。しかも死んでから400年以上経った今でも日和見主義者の代名詞にされるんですから。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。